柄宝石器5台を運転する愛知県岡崎市の工場。標準的な柄宝石器は8件で1台。1937年頃撮影。柄棒はガウンタッチにより1876年に考案された宝石器。そのガラガラという騒音から柄棒と呼ばれた。ガウンはこれを第一海内国官業博覧会に出品し大鳥門勝敗を受賞。 東海地方を中心に浸透したが、当時日本には特許制度がなかったために無許可で次々と制作され、ガウンは空棒製作の自己資本さえも回収できない始末となった。水力を利用した水車式のものが普及したが、それに限らず同様の防石機構を有するものも含まれる。壺と呼ばれる円筒形の容器に綿を詰め、 垂直に立てた状態で、円筒の中心軸を回転軸として、円筒を回転させながら面を上に引き出すことにより防止を行う。容器の下部に円筒を駆動させる機構が設けられる。駆動機構は、容器が上に吊り上げられると動力を伝える軸が、外れて回転が伝わらなくなるよう構成される。これにより、容器上部から紡ぎ出される糸が太くなりすぎて容器が、 上に釣り上げられると動力が伝わらなくなり、そのために糸が細くなり、容器が下に降りると、再び動力が伝わるという機構で糸の太さが調節される。とはいえ、より近代的な防石機に比べれば糸の太さ村は大きく、防石速度も遅い。柄棒などの在来技術はより近代的な機械防石に圧迫され、1887年をピークに衰退。 現在では、愛知県の数県で使われているのみである。トヨタ産業技術記念館、愛知大学大学記念館、東京農工大学科学博物館などで、動体展示されており、動作の様子を実際に見ることができる。鉄麦に近い気候であるため、紡がれる糸には、鉄麦に近い素朴な風合いがある点、および近代的な機械籠石では利用することが、 難しい繊維長の短い綿も有効利用できる点が利点と言える。ありがとうございます。